古代と未来が交わる国、南太平洋の楽園ドルアムーンアイランドで未知との出会いをあなたに。頼れる強さ、ゴージャスエアライン。南太平洋の楽園か。ねえパパ、今年の夏休みはまだどこにも。あ、どうしたの？今年もまた何も思い出がないまま夏が過ぎていく。やれやれ、また始まった。じゃあどこでもドアで、海か山へでも。いいよいいよ、外は暑いし疲れるだけだ。え？なんだよ、人がせっかく。だったら分かったよ。お座敷釣り堀の出回り。綺麗な熱帯魚でも釣り上げれば気分も晴れるでしょ。これで我慢するか。なんだって？そういえばもうすぐドラえもんの誕生日じゃなかった？なんだよ急に。9月3日だろ。それはちょっと、この前甘い屋で見かけたドラえきのバラエティセット、美味しそうだったな。かかった。大物だ。なんだ、ただの石じゃないか。でも変な形、化石かも。じゃあタイム風呂式で時間を戻してみよう。へえ、古そうだからちょっと長めにと。うわ、なんだこれ、綺麗だな。オカリナだ。オカリナ、光線銃みたい。笛だよ笛。そこの出っ張りを口に当てて吹くんだ。こう？はあ。驚いた。すごくよく響いたね。ふぅー。ん？何今の音？外かな。ふぅー。違う、水の中からだ。何これ、どうなってるの？わからない、何か大きなものが迫ってきてるような。サメとかだったらどうするの？あ、まずい。すまれないか。疲れてるな、今日はもう帰って寝よう。やれやれ、復元光線でなんとか元に戻ったよ。潰されるかと思った。おお。あ、クジラだったのか。小さくなると可愛いな。ペット用エサ、ギュッと握ってクジラにあげてごらん。こう？うわ、浮いた。やめてよ、くすぐったい。これでどこへでも連れて行けるよ。それにしても、周りに群れはいないね。シロナガスクジラっぽいけど、どうしてここに。あれ、早速見せびらかしに行ったな。お、ひょっとしてこのオカリナが。あ、本物のクジラだよ。もともとはこんなに大きかったんだから。あ、よく慣れてんな。どうせまたドラえもんのおかげだろ。伸びた一人じゃ何にもできないくせに。やるじゃねえかお前。ねえ伸びたくん、ドラえもん何かあったの？大変なんだ、そのクジラただのクジラじゃないかもしれない。クジラを呼び寄せる笛の音か。それでこのオカリナをいろいろ調べてみたんだけど、吹くときに特殊な音波が出てることが分かったんだ。音波？音を伝える波のことよ。その音波が52ヘルツだったんだよ。ヘルツ？音の高さを表す単位ね。
52Hz って、それもしかして世界一孤独なクジラと関係が？その通り！孤独なクジラ？何それ？クジラたちが遠く離れてても鳴き声で会話ができるのは知ってるよね。普通ヒゲクジラという種類のクジラは 20Hz より低い声で鳴くんだけど、その一頭だけはなぜか 52Hz という高い声で独特の鳴き方をするんだ。それで他のクジラとは話が通じない。発見されてから30年近くもの間、ずっと一人で泣きながら海をさまよい続けている。だからそのクジラは世界一孤独なクジラと呼ばれるようになったのさ。やっぱりこのクジラの鳴き声も 52Hz だ。じゃあこの子がその世界一孤独なクジラだっていうの？多分ね。オカリナの音を仲間の声だと思って寄ってきたのかも。マジかよ。すごい発見じゃん。驚くのはまだ早い。7000年。そう、このオカリナが作られたのは7000年も昔だったんだよ。すごい技術ね。大昔のオカリナがなぜ世界一孤独なクジラを呼び寄せたのか調べてみる価値はあるでしょ。うん、面白くなってきやがった。オカリナの時代に行けばその持ち主に話が聞けるかも。でもあるいはただの偶然で無駄足に終わるかもしれないけど。構わないさ、行ってみようよその場所へ。あ、いや、そのほら、このクジラさっきからなんだか嬉しそうなんだよ。何十年もずっと一人ぼっちだったんだ。もしかしたら仲間の手がかりが見つかるかもしれないんでしょ。だったらそうね、うん、決まったな。ダメで元々だぜ。よーし、行こう。タイムマシンで7000年前の世界へ。あれ、陸地があるよ。ありがとう。宝石みたいな海。こんな上質なビーチは初めてだよ。ここは7000年前の南太平洋。ちょうどのび太くんがオカリナを釣り上げた海のはずなんだけど。どう見ても島だぞ。場所は合ってんのか。うん、多分。ドラえもんの道具は肝心な時にいつもこうなんだから。ねえ、あれを見て。変わった形、何かの建物みたい。だけどこの時代にそんなもの。いや、明らかに人が作ったものだよ。何、どうしたの？あっちに行きたいのかしら。じゃあクジラに案内してもらおう。スマールライトで元に戻してっと。あれ、電池切れだ。クジラを大きくした後でよかったよ。メタリテンパー、えい。貼り付ける相手が大きいと甲板のサイズも大きくなる。クジラ、よっぽど島の向こう側に行きたいみたい。あら、あれは何かしら。あら、森の向こう。ベル、まさか麦畑。この時代にしかもこんな地域で。珍しいの？普通じゃ考えられない。そんなことよりあれ見ろ、あれ。スラムガオカ、やいとってジクロ。何言ってんのか、さっぱりだ。あれを食べよう。翻訳こんにゃく、これで言葉が通じる。ゴニーじゃないか。半月以上もどこに行ってたんだ。みんな心配してたんだぞ。このクジラを知ってるん
トのところのコニーだろ。そう、クジラの飼い主はピトって言うんですね。ピトさんは今どこに？上の方が大変なことになってて、そっちに行ってるよ。ここをまっすぐ登ったところだ。ありがとうございます。みんな行ってみよう。なんなんだあいつらは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それより君に見せたいものがあるんだ。僕に？
覚えない？これは僕のオカリナじゃないか。やっぱりこの前なくしてしまって、ゴニーと連絡が取れなくて弱っていたんだ。そのゴニーが帰ってきたんだよ。今なんて帰ってきてるのよ。クジラのゴニーでしょ。港にいるぜ。ゴニーが、ゴニー、待って、行っちゃったよ。僕たちまだピトに聞きたいことがあるんだ。追いかけなきゃ。分かったわ。じゃあまた後で。行こうみんな。およかった、ゴニーは無事だったのね。おや、あれはピトじゃないか。おい、さっきおかしな連中。君たちが7000年後の未来から来ただなんて。嘘みたいだけど本当なんだ。もちろん信じるよ。ゴニー、探査装置を出してくれ。よいしょっと。その機械は何？話せば長くなる。今はすぐにでもこの中のデータを調べたいんだけど。どうしたの？ナーナ、ごめん、仕事ができちゃって。また研究所？うん。しょうがないな。今夜皆さんの歓迎会をやるから忘れずに来てね。ごめんなさい、ピトは島のこととなるといつもああなの。今のうちに町を案内するわ。いやー、すごいや。僕もパイプだらけだね。水やガス、それに人たちが開発した特殊な液体が島中を流れているの。それをあそこの研究所でコントロールして、みんなに光や熱を届けたり、島の気候を調節したりしてるのよ。うちの人が本当に世話になったの。さあさあ、遠慮なくおあがんなさい。いただきます。おいしい。この深いコクと酸味止まんねえぜ。まるで天国だよ。そういえばナナは？あっち。待ってました、何を調べてたの？ゴニーに探査装置を預けて島の地下を調べてもらっていたんだ。でもデータが壊れてて。壊れた？何があったの？残っていた記録から分かったんだけど、ゴニーは調査中に崖崩れに巻き込まれてしまった。その危機を察知して探査装置につけていた安全装置が働き、ゴニーは固く凍結された。そして再び安全が確認されるまで実に7000年もの間海底で眠り続けていたんだ。目覚めてから何十年も経って、やっと君たちが見つけてくれたというわけさ。それでその安全装置とかはみんなピトが作ったの？それは。ピト、次はあなたの番よ。さあ早く。わかったよ。よっ、天才少年。実を言うと、ピトはもともとこの島の人間じゃないの。え、
じゃあピトは一体。私たちはいわば育ての親ね。あれは10年以上も前の話だ。この浜に一頭のクジラが流れ着いて、そいつの口から機械でできた繭みたいなものが出てきたんだ。その繭の中に見たことのない目の色をした赤ん坊が入っていてね。それがピトで、クジラがゴニーちゃん。ええ。その繭はポットと名付けられて詳しく調べられたわ。その結果、ピトは文明がすごく発達した別の世界の人間だという結論になったの。何か大変なことが起こってその国が滅びそうになった時、誰かが赤ん坊のピトだけでも助けようとしたんじゃないかって。マジかよ。いや昼間見た機械はポットの一部よ。この島を発展させた仕組みも全てポットの技術の応用なの。さて、そろそろお開きにするか。なあなあ、ちゃんと聞いてた？何よ、ピトだって。ほらほら、皆さんの前で。みんなの部屋は研究所の施設に用意してあるから、ゆっくり泊まっていってよ。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あのピトが嘘みたい。昔はすごい泣き虫だったんだから。もう僕が泣きたいよ。どうしたの？トイレ。なんだかんだでいい夏の思い出ができたじゃない。だろう。おや、うひゃー、こんなところに落ちたら。のび太じゃないか。大丈夫？なんとか上で君を見かけて。ゴニー、何ここ？洞窟を利用して作った制御室だよ。ほら、あれがこの島のシステムの中心、ポットさ。ここで使われてる技術とエネルギーのほとんどがこの中に詰まっている。すごい。こんなものを作り出したピトの国って一体。まだ赤ん坊だったからね、覚えてないや。ねえ、帰りたいって思ったことはないの？僕が？まさか。いつどこにあったかもしれない国だよ。そっか、ピトもゴニーも強いな。僕なんか臆病で一人じゃ何もできないから羨ましいよ。充電完了。準備 OK。 ゴニー、明日またこれで頼むよ。お疲れさん。おやすみ。この池は水中トンネルで海とつながっているんだ。明日も仕事？ゴニーのトラブルでいろいろ遅れたからね。おばあさんがこの頃全然家に帰らないって心配してたよ。それにナーナも。のび太、これを見てくれ。何？数年前に調べたこの島の地下の様子だよ。赤いのがマグマだ。青い隙間がいっぱいある。硬い地盤に閉じ込められた水たまりさ。そこにもし何かの弾みでマグマが触れたりしたらどうなると思う？そう、水は気化して爆発的に膨れ上がり、この島はドッカーン。そんなことにならないようしっかり見張っておかなきゃ。君らみたいに遊んでばかりもいられないよ。余計なお世話だったみたいだね。もう戻るよ。待ってくれ、のび太。
ごめん、言い過ぎた。そんな、君の言う通りだし。ほら、このペンダント。赤ん坊の僕が唯一身につけていたものなんだけど、生実家こんなものがあるから。あ、小さい頃はどうして会えないんだっていつもメソメソしていた。それに実は今も未練がましく、元いた国のことを少しずつ調べているんだ。僕は全然強くなんかないよ。今はただ島の人たちに恩返しをしたい、ただそれだけで。ピトが生まれた国ね。やっぱりアトランティスとかレムリアとか伝説の古代文明国家という可能性が。は、ねえねえ、過去の出来事を見られるテレビってなかった？タイムテレビのこと？それだよ、それで見つければいいんだ。なるほど、いい考えだと言いたいところだけど、それは無理。まずはその国がいつどこに存在したのか正確に分かってなきゃ。それを知ってたら苦労はしない。だから人の話は最後まで聞け。調査ご苦労さん。これで君の仕事は一段落だ。みんなのところに行っておいでよ。何？まさか、こんなバカな。どうしたの？わあ！のび太、どうしてここに？それが見つかったんだよ、君の国を探す方法が。そんなことより、早くここから出ていくんだ。ごめん、邪魔だった。違う違う、いいかい、よく聞いてくれ。この島はもうすぐ海に沈む。冗談だよね。もう時間がない、マグマがそこまで迫っているんだ。ずっといたいな。楽園だよ。まったく、あのちょこちょい、後で説教してやる。ドラちゃん。あ、しずかちゃん、ナンナ、見て見て、こんなにたくさん取れたのよ。おお、うまそう。トロピカル。今夜のデザート楽しみにしててね。やったー。うわー、揺れてる。継承だ。これは港に集合の合図よ。今度は何？あれを。火山の噴火か？違う、あの色は水蒸気爆発だ。そんな暇はない、全員を島の外へ逃がすんだ、今すぐ。君も港へ急いで。糸は？昨日は貯水タンクにしたように島全体を凍結させる。この島を固めちゃうの？このままじゃ島が持たない、せめて時間稼ぎを。早く行けってば。でも君一人じゃ。出口がなくなっちゃった。だから言ったのに。来てないのか？まだよ。どうして？通路が塞がれ、地下洞窟に行けなくなったんだ。さっきまでピトがそこにいたんだが、連絡が途絶えてしまった。そんな。じゃあのび太くんもそこに。これで全部だよ。こっちももう少し。全系統連結リミッター解除。あとはこのレバーを。
止まった。助かった。さあ立って。今のうちだ。港へ急げ。ポットの全エネルギーを解放したんだ。人はまだ洞窟にいるのよ。敵よあった。この光を浴びれば水の中でも息ができる。じゃあ僕らは水中からのび太くんたちを助けに行く。みんなは島の人たちをお願い。任せろ。早く行って。コニーお願い。ここからはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。これでしばらくは。どう？僕だっていないよりはマシでしょ。すまないのび太、君まで巻き込んでしまって。人のせいじゃないよ。それに諦めるのはまだ早い。ドラえもんがきっと助けに来てくれる。君のゴニーだって。来られるならとっくに来てるさ。多分それどころじゃないんだよ。それえい。みんなを乗せたら島からなるべく離れて。よし行ってくれ。船は十分ある。慌てず急いで。ここから洞窟まで繋がってるの。ゴニー急いで。他に道は？ここだけよ。何かゴニーごとここを通り抜けられる道具は。ゴニー、どうしたんだ。そうだわ、聞こえてるのよ、オカリナの音が。古代
それにしても近くで避難用の島を用意してただなんて。今頃みんな一息ついてるわ。食料もしばらくは持つと思う。地図ができたよ。どれどれ。おお、どうしたの。ここから南南西に300キロのところに大きな無人島がある。野原や森があって海も豊かだ。移り住むにはもってこいだよ。これがその島の地図だよ。なんだかゴニーみたいだな。本当だ。ありがとうドラえもん。結局君たちには最後まで助けられっぱなしで。ちょっと待ってよ。もうおしまい。そんな遠くの島までどうやって行けって言うのさ。これでさよならなんてあんまりだよ。もっと何か。のび太、君は僕らだけじゃ何もできないと思っているのか。そんなつもりじゃ。なんてね。昨日ゴニーが帰ってきた時は夢かと思ったよ。君たちはゴニーの声に応えてこの世界に現れ、そして力を尽くしてみんなを救ってくれた。これ以上何を望めると思う？これからは僕たちが自分たちだけの力でやっていかなきゃいけないんだ。だけど人の故郷のことわからなくなっちゃって。明日のことに手一杯で振り返ってる暇なんかないさ。よかったな、スネ夫。さよなら、みんな。じゃあな。負けんじゃねえぞ。信じてるから。元気だね。あのピドのことだ。うまくやったに決まってるぜ。そうだよね。スネ夫さんかしら。はい。あら、お邪魔します。あら遅かったじゃねえか。ドラえもんおめでとう。ラビタ、テレビつけて。街の人々にも笑顔が。実は僕のおじさんがドルアムーンっていう南の島にバカンスに行ってきたんだけど、その島の旗がこれなんだ。このクジラみたいな模様、人たちが向かった島にそっくり。ズバリドルアムーン島の形だってさ。それにほらテレビ見て。そしてこのドルアムーンという島の名前は伝説の救世主ドラえもんから付けられており、旗の緑と白は永遠の友情と未来への希望を表しています。救世主のドラえもんって。ドラえもんのことに決まってるよ。じゃあこの島にピトやナーナたちは同時について新しい生活を始めたんだ。新しい故郷を自分たちだけの力でピトが。今度は急に元気になったわね。
口をチュッチュッとチョキの顔チョキお顔がワッハッハッハッパの顔パードラ顔じゃんけん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 パー僕がチョキだからグーの勝ち来週も見てねドラえもん次回のお話はドラえもんの歌なんだか歌いたくなってきたガーリラパパなんてひどい歌なんだ。お楽しみに。この番組はバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。